うさぎのオールナイトニッポンゼロ絶賛生放送中です。ここではバッドボーイの皆さんからいただいたお題を3つ組み合わせ即興で生演奏しちゃう東京即興許可曲のスペシャルバージョンをお届けしたいと思います。やっちゃいますね。はい、はい、たくさんメールいただいてますよ。ありがとうございます。ですね、バッドボーイ、インテリスタさん、はい、入れてほしいフレーズ参勤交代。もう難しいわ。もう、なんか、もう硬いよ、もう。ストーリーにしにくいね。しにくいよね。なるほどね。はい。バッドボーイ、ランマ、28分の1さん。はい。ちょ、割りすぎやね。うん。コーラかと思ったら、めんつゆだった。ああ、まあ、なるほど。しかも割りすぎがなんか、つながってるね。うますぎて伝わりにくかった。いや、もう、なるほどね。はい。ありますよね、すぐ。次行きます。うん。バッドボーイ、デンビリさん。はい。お題、地球に優しいのに。俺には冷たい彼女。これいいんじゃない。俺ストーリー広がるよ、ね。いそうやね。普通にあのいそう、なんかあのね、ゴミの分別しっかりするのに、もうね、なんで俺のパンツと T シャツ分けへんねんみたいなね。これうちの兄貴これだね。どういうこと？あの地球に優しいけど俺に冷たい兄貴。あ、兄貴が鈴木くんに冷たいってこと？あ、まあ冷たくもないんだけど、うん、まあ軽くあの地球の方が優しい。地球にの方が優しい。もう言っときその今日もせっかくスペシャルだし、兄貴にもういろいろ言いたかったことあるやろ。言ってみ？まああまり言うと怖いから、ね。怖いからね。はい、バッドボーイ、イオリフリーダム改めジョイさん、まあいつもくれますね。ありがとうございます。あなたの履いているハイヒールにご飯を詰めて食べてもいいですか？いや、ダメでしょ。いやー、これさ、すごい、これ一個で曲になるね。これを曲にしたらまたきついね。なんか音楽も侮辱することになる。次、うん、バッドボーイ、杉田智和のオールナイトニッポンさん、はい。声に出したい日本語。作曲は神聖な儀式だ。ああ、まあ、なんか、いいですね。まあ、普通に言いたいことですよね。まあ、なんかまとまってきた？うん。あ、次の、これめっちゃいいですよ。バッドボーイ、ヨッキンさん。あの犬、ちゃうちゃう、ちゃうんちゃう？これだけで一曲いけそうだね。ちゃうちゃう、ちゃうん、あ、まあ、ちゃ、あ、言えるか。ちゃうちゃう、ちゃうんちゃうってことね。じゃあ、三つ、宇田くん。いやー、マジか。いや、もういきなりですね、これ、もう。なるほど。で、僕、あの、気に入ったのは、あの、デンビルさんの地球に優しいのに俺には冷たい彼女、うん、これはなんかストーリー、ね、ストーリーあるよね。あーマジこれキッズもうないの、他もないの、ちょっと待って。あーなるほど、じゃあもうコーラかと思ったらメンツだ。うん、それ繋がるよ絶対。いや繋がるかな。あいや頑張って、そこの空白の部分は頭フル稼働で。でもこれも、でも今日のテーマにはすごい合ってるよね、うん、声に出したい日本語、作曲は神聖な儀式だって。最後にこれ絶叫したら、うん、やばー、ミュージシャン精神あふれる作品になるよ。なんかね、そうですね、いやこれも実はちょっと気に入って、ダジャレも、あーでもそっちの方がいいね、うん、それ最後にしよう。なんかこれ、あの犬ちゃう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 っていうのをどんなシチュエーションで出るかっていう、うん、これサビだね。もう決まった、サビ決まった、サビそれだね。いやもう決められてもちょっと怖い。まあちょっとじゃあこれね、スイ君、うん、これじゃあ行きましょう。じゃあアップテンポで行きますかね。じゃあこれコーラ、うわーやば、おーいますか。はい。あ、ちょ、こ、うわ、言ってる、入った、もう入った。あ、パキさんも入りました。いやー、もうこれ毎回やけど、マジきついよ、即興。これ今もらったお題やから。で、あの、まず、コーラかと思ったらめんつゆだった、地球に優しいのに俺には冷たい彼女、そしてあの犬、ちゃうちゃうちゃうんちゃう。このさ、3つのワードがこの曲に出てきます。あなたと過ごして3年目の月日が流れた。ああ、あなたはどんな男と付き合ってきたんだろう。年下の俺にはもう理解ができない。コーラか
たいのはコーラやろ。コーラやと思ったらなんでめんつゆ出しとんねん。こんなの笑へんとめちゃめちゃ濃いただのつゆ。その理由を聞いたら今日は瓶の日だって。ペットボトルを出してしまうとゴミ増えるから瓶詰めのめんつゆだった。地球に優しいのになぜ俺には冷たい彼女。地球のことこんなに考えれるのに俺のこと全然考えない彼女。もうこれ以上あなたと付き合ってはいけないと合鍵を渡して、もう青春の1ページをまた違う女と開こうと思って部屋を飛び出した途端にその扉の前に一匹のワンちゃんが座っていた。まあ、あの犬ちゃう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 、あの犬ってもしかしてちゃう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 、あの犬ひょっとしたらちゃう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 、あの犬いやきっとねちゃう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 。そんなこと言ってたら彼女がお笑いなんだよ。その素敵な笑顔はこれまで見せたことない笑顔で二人で笑ってまた今日からやり直せる。そんな気がしてる。二人でまた青春の一ページを開こう。ありがとうございます。いやーもうど、あ、拍手がすごい起きてる。よかったですか。いやもうむこれね、あのね、心臓がちょっと位置がずれてます今。もうひどい。いやもう、いやけど拍手起きてました。いや今日は初めてね、その皆さんもうスタジオのね、うん、今日たくさんの方がね今オーディエンスがいてるんですけど、普段毎回いらっしゃるんですけど、これ初めてこう、まあ、見れたというかね、4回目にして。いや拍手起きてたからよかったんかな。もう、はい、いいと思います。ありがとうございます。はい、ぜひぜひ、ツイッターでもですね、僕たちのうさぎの即興ソングに対する感想等をつぶやいてもらえると嬉しいです。はい、まだまだ、即興のお題等を募集しています。はい、メールアドレスはうさぎアットマークオールナイトニッポンドットコム、うさぎアットマークオールナイトニッポンドットコムまで、送ってください。はい。